ポーツ女子椎谷彩香が福岡ゆかりのトップアスリートに突撃取材。今回やってきたのは北九州市にあるコミネシティボール。ボーリング界のスーパースターがここ福岡にいるんです。いました。この選手が今回の主役。気を取り直して笑顔がキュートなこの方が若干19歳の天才プロボーラー、中島瑞希選手。最強ボーラーって感じですね。日本の女王って言ったんですかね。化け物です。モンスターです。その言葉通り、高校2年生の時に当時唯一の現役女子高生プロボウラーとしてデビューすると、いきなり2大会連続で優勝。その後も数々の史上最年少記録を塗り替えているんです。さらに我らがコンバットさんと深い因縁も。それは遡ること12年前。どうもこんにちは。身長こんなんですよ。当時天才小学生と呼ばれていた中島選手とテレキューの番組で対決していたんです。わー水木ちゃんのまだまだ勝利、おめでとう。将来の夢は何ですか。プロボウラーです。頑張ってなってね。夢を叶えたプロ入り直後には感動の再会も。めちゃくちゃ立派になってる。めちゃくちゃ大きくなってる。コンバットさん久しぶりです。何度もねお邪魔させていただいて。前回ファンスポで取材してから2年半、あれからとんでもないことになっていたんです。瑞希選手は今プロ4年目です。4年目。成績とかはどう？去年、江崎グリコさんのグリコセブンティアイスハイと、チャオチャオボーリング大会と、ラウンド1のグランドチャンピオンシップの大会と、コカ・コーラカップの千葉オープンと、全日本の年間で5回優勝して、全部優勝しました。バケモンじゃん。バケモンじゃん。なんと、去年だけで5勝を挙げるなど、3年間で通算8勝。10年かけて1勝を挙げる選手も多いプロの世界において、この速さはまさに驚異的。そんな中島選手、以前プロでの夢をこう掲げていました。三冠女王を目指して頑張りたいと思います。三冠、三冠をすごいですよ。三冠女王とは300名を超える女子プロリーグで1シーズンにご覧の3タイトルを獲得した選手に与えられる称号。過去にわずか4人しか達成していないという選ばれし者の証なんですが。それはいけそうですか。それが実は取りまして、3冠。え、すでにの方。すでに。恐縮しちゃう。急に神じゃん。そうなんです。去年史上最年少での三冠を達成。記録ずくめの1年だったんです。その強さの秘密とは。総合的に言えばボールが強い、強いボールを投げてるっていうのが私の特徴かなと思いますね。中島選手の武器、それは女性選手離れしたボールの威力。私はなんか女子の選手の中ではバックスイングって呼ばれるものが人より高いんですよね。バックスイングとは、その名の通り投球する際後ろに振り上げる腕の動き。このバックスイングの高さに注目してください。注目します。はい。めっちゃ上がった。これが私の特徴。
スなんですよ。カメラの画角からはみ出てしまうほどのバックスイング。他のプロ選手と比較してみてもご覧の通り。この豪快なバックスイングが大きなピンアクションを生み出すことで安定した成績を残せているんです。他の選手ができない理由は何でですか？女性はどうしても力の関係で手首に対する負担とかが大きいので、それに負けないように投げるってなると難しいですね。レストが強いってこと？そんな感じですね。なんで水木選手はレストが強いと？なんででしょう？なんで？天性の手首の強さに加え、小学校上がった時から水泳やってたんで、その影響でちょっと肩が柔らかいんですけど、それもあり、あんな感じのスタイルでやってます。手首の強さと肩の柔らかさが成し得る中島選手独自の投球スタイル。そんな豪快なバックスイング投法に彩香ちゃんが挑戦。野球で鍛えた自慢の肩の見せどころですよ。これだけ？ちょっと待って待って、15ポンド、もうおよそ7キロぐらい。待って待って、これ上がるの無理だな。一般的に8から10ポンドを使うことが多い女性にとって15ポンドは持ち上げるだけでも一仕事のようですが、果たして。いきますよ、上げる。重い重い全部持ってかれた。もう筋肉痛。早い。ここすっごい筋肉痛。ますね、この決して無理しないようにだけお願いします。プロの世界で飛躍を続ける中島選手には心の支えになっている存在がいます。先輩プロボーラーの宇山優花選手。一人のお姉ちゃんとして話聞いてくれる感じなんで、頼りにしてます。本当にこんな恥ずかしくて言えないですけど本人の前じゃ。かつては師弟関係でもあった2人ですが、互いに切磋琢磨し合える存在に成長しました。精神安定剤になるし最低やねそれ。球のスピードとかもう全然人一倍すごいですし、女子の攻めるラインとまた違ったラインで攻める、負けん気が強いのと好きっていう気持ちが誰よりも強い。プロになって経験を積み重ねていくにつれて、子供っていう印象からやっとこう一人の人として成長できてきたんじゃないかなと思います。プロボウラー、そして三冠女王と、その夢を叶えてきた中島選手。次なる夢はさらに大きく。大まかな考えとしてはやっぱり海外の選手と一緒にプレーしたいなっていうのはあります。いつかは必ず行きたいなと思います。かっこいい。応援してます。頑張ります。応援してます。ありがとうございます。